イックマルチプルパッセージを短時間で解く方法を紹介していきます。ハローエブリワン、トイックコーチをしていますメディアビーコンの内山です。今日はトイックパート7、マルチプルパッセージを短時間で効率よく解く戦略について解説していきます。トイックパート7はリーディングセクションの長文読解の部分ですね。一番最後のパートです。パート7の中にはシングルパッセージ、マルチプルパッセージというのがあります。シングルパッセージというのは1文章を読んで設問に答える形式、マルチプルパッセージというのは2文章あるいは3文章を読んで設問に答える形式の問題になっています。今日はマルチプルパッセージ2文章3文章を読んで答える形式の問題について解説していきます。シングルパッセージと比べてマルチプルパッセージって読む量も多そうだし、問題もね複雑になっていて結構苦手だなっていう方多いと思うんですね。結局時間ねシングルパッセージとかにかけすぎてしまってマルチプルパッセージほとんど解かずに終わってしまうっていう方も多いと思います。そんなイメージがあるマルチプルパッセージなんですけど、実は1問単位で見るとシングルパッセージより簡単な問題っていうのも数多くあるんですね。今日の動画を見ていただければ、こちらマルチプルパッセージを短時間で効率よく解く方法っていうのがわかりますので、パート7のマルチプルパッセージ避けてしまうという方や、マルチプルパッセージで時間が短縮できないと悩んでいる方は、必ず最後まで動画を見てください。また、今日の動画の最後には特典コーナーとして、試験日当日の朝の過ごし方について解説していますので、気になる方は最後まで見てくださいね。さらに、今日の動画の内容が役に立ったと思った方は、高評価、チャンネル登録お願いいたします。さらに、トイックや英語に関しての質問はコメント欄にて募集中です。それでは、トイックパート7、マルチプルパッセージについて解説していきます。Let's get started!それでは早速マルチプルパッセージを短時間で効率よく戦略について話していきます。今日ですね3つのポイントに分けて話していきます。まず1つ目がマルチプルパッセージを理解する、で2つ目は文章間の流れを理解する、そして最後はクロス問題になれるです。こちら3つを詳しく話していきます。それではまず1つ目のポイントですね。マルチプルパッセージを理解するです。マルチプルパッセージの問題、先ほども言った通りに2文章、3文章に対して設問が5問あるんですね。で、ここで大事なのがですね、5つの設問、すべてが全部の文章を読まないと解けない問題というわけではないんですね。5問中1問あるいは2問は複数の文章を読んで解かなきゃいけない問題というのがあるんですが、それ以外2問から3問はですね、それぞれの文章を読めば解ける問題っていうのがあります。この一つだけ読めば解ける問題っていうのは、シングルパッセージなんかより全然簡単なんですね。シングルパッセージの後半の4問付きのなんか記事の問題とか、後半長めのチャット問題とかありますよね。そっちって結構読む量も多いし、流れもしっかり理解しなきゃいけないので、難しいと思うんですが、そっちに時間を割くよりはね、ダブル、トリプルのパッセージで、1問目になってるもの、大体1文書目を読めば解けるんですね。で、その1文書目っていうのは、シングルパッセージの後半より圧倒的に文章量が少ないんですよ。なので、時間をかけるとしては、ダブル、トリプルの1問目とか2問目あたりに時間をかけてあげた方が、効率が圧倒的にいいです。なので、シングルパッセージ後半でいつも悩んでしまうという方は、割り切って後半の4問付きの問題は何問まで解くとか、何分しか時間をかけないと決めてですね、ダブル、トリプルでしっかり丁寧に取り組んでみてあげてください。先ほどですね、だいたい1問目、2問目あたりが1文書だけ読めば解ける問題があるよと言ったんですが、一番最後の問題も、これはまあ確率によるんですけど、最後の文章だけ読めば解ける問題があったりとか、あとはですね、さらに問題によっては、according to the article とか、according to the email とかっていう形で、文章を特定してくれる問題があるんですね。そういう問題はもう素直にですね、他の文章関係なくて、アーティクルとか、e メールだけ読めば解ける問題になっていますので、そういうのをですね、サクサクと解いていけるんです。さらに、マルチプルパッセージって結構ね、文章量多いなーっていうイメージがある方も多いと思うんですが、意外とですね、マルチプルパッセージのうち1つや2つとかが請求書だったり、スケジュールだったりとか、あとはね、なんか図面だったりとか、あまり文の数は多くないものも結構出題されるんですね。
アドバタイズメント、ノーティス、E メールみたいな形で文章文章文章みたいなパターンもあるんですけど、ものによっては本当に図表で大事な部分だけをこうピックアップしていけば問題が解けてしまうという問題も結構あるんですね。ですからやっぱりですね、マルチプルパッセージ今から解こうって思うときにダブルトリプル、まあ5セットありますが、その5セットパッと全部見てみてください。でその中でいや結構1セット目が難しそうだなと思ったら2セット目から始めてもいいですし、最後のセットがね簡単そうだなと思ったら、ちょっと前半のセット難しかったらすぐ飛ばすとかっていう判断をすると決めて最後まで解くとかっていう形で文章量少なめのものっていうのを優先的に解いていきましょう。本当にトイックはですね、何問正解を選べるかっていうところで点数判断していきます。前半の方が配点低いとか後半の方が配点高いっていうのはないので、優先順位を決めてるっていうのが戦略です。続いてのポイントが文章間の流れを把握するです。マルチプルパッセージ2文章3文章ありますよね。この2文章3文章っていうのはある程度つながっているんですね。まあそれは当たり前だろうと思うかもしれないんですが、例えば求人の広告があった場合、2つ目の文章がその応募するメールだったりとか、あとは何かイベントのスケジュールがありますと、でそのスケジュールの一部の変更が必要ですと、で最終的にこうスケジュールの確定のお知らせみたいのがあったりとかって形で、文章には特定の流れっていうのがあるんですね。公式問題集とかパート7対策の本皆さん解いていると思うんですが、解き終わった後にですね、改めて必ずその流れっていうのを確認しておいてください。必ずしもこの流れはワンステップごと進んでいきません。どういうことかというと、求人広告があったとして、次はやっぱり応募の連絡だと思うじゃないですか。ただその応募の連絡っていうのをスキップして、次が応募者に対していつ面接しますよっていう E メールだったりするんですね。この文章とこの文章の流れを理解しておかないと、あれこれ応募してるんじゃないのとかってちょっと変な誤解をしてしまって、全体の流れがつかめずに問題も解けなかったりすることがあるんですね。文章の流れはあるんだけど、ワンステップごと進むわけではないっていう知識をですね、踏まえた上でマルチプルパッセージ挑戦していきましょう。これね、ちょっとずるいですけど、そういう問題結構出ているので、そこもね、注意してみてください。で、先ほども言いましたが、プランのトレーニングでですね、この文章はどういう流れになっているのか、確認しておくっていうのが非常に大事です。そして、最後のポイントが、クロス問題のパターンを把握する、です。クロス問題っていうのは、複数の文章、まあ、1文書目と2文書目を読んで、総合的に正解を選ぶ問題です。先ほども言った通りに、やっぱりここがやっぱり難しいんですよね。ただ、TOEIC の出題トピックの範囲内、かつ、あの形式での問題だと、クロス問題のパターンっていうのは、ある程度決まってくるんですね。例えば、カタログと E メールみたいな、ダブルパッセージがあったとしますよね。カタログでは、こう商品の詳細ですね。長さとか値段とか注釈みたいなのが書いてあって、E メールではこのスペースにある商品を置きたいんだけど、このスペースに入るなら一番大きいサイズで購入したいみたいなメールがあって、それを読んで、あ、そしたら二つ目の商品を買いたいんだなっていうことで、この人がね、買うであろう商品は何みたいな形で、そのリストの中から誰かがね、選ぶみたいなパターンとかもよくあるんですね。複数のパターンがあるので、公式問題集とかパート7の問題集を使って、あ、こういう風に問題を解いていくんだな、あ、この問題はこことここを参照するんだなって形で復習ができていれば、ある程度パターンが分かってきます。こういうクロス問題っていうのは、これクロス問題ですよって問題は言ってくれないんですよね。ただ本文の中でですね、直接言えばいいのに言わないこととか、固有名詞とか数字とかっていうのはクロス問題になりがちです。間接的な表現の例としては、先ほどもあったようにね、リストの中で2つ目の商品を購入を検討してるって言えばいいのに、あえてですね、この大きさの中で入るものみたいな形でちょっと遠回しに言ってたりするんですよね。これはもうクロス問題だと、問題を見る前になんとなく気になります。私はこれをですね、クロス臭がするっていつも言ってるんですけど、クロスの匂いがするの怪しいなと思って、あ、ここ来そうだなと思って、あ、案の定来たなと思うと、めちゃくちゃテンションが上がります。
まあ、そんな形で、なんとなくですね、直接ちゃんと言えばいいのに言わないとか、あと特別なこともですね、結構クロス問題になりますね。例えば会員になれば送料が無料になる。でね、その人のインボイスを見たら送料無料だから、あ、この人は会員なんだな、みたいな形で、特別な条件とかもですね、クロス問題で聞かれることがあるので、あ、この場合はこう、みたいな条件があるから、もしかしたら聞かれるかもしれないぞ、みたいな形で、楽しんでね、クロス問題に挑戦していただいたりとか、普段のね、復習でちゃんと参照をね、するポイントを見極めていくと、結構クロス問題の方向性が分かってきます。こちらの3つのポイントね、踏まえて、冷静にパルツーパッセージを理解して、文章の流れとか、クロスのパターンを把握しておくとですね、意外とすんなりとトリプルパッセージ、ダブルパッセージ、解けてしまうんですね。なので、まずはですね、ちょっとマルチプルパッセージ苦手だなっていう苦手意識を置いておいて、こう恐れずに挑戦してみることから始めてみてください。それでは最後のまとめです。最後のまとめの前に一つだけお知らせがございます。ビーコンイングリッシュコーチングでは、公式内にて、トイックに役立つ情報をまとめた特典を配布中です。ぜひ、お友達登録お願いいたします。それでは最後のまとめです。今日はマルチプルパッセージを短時間で効率よく解く方法について解説していきました。まず一つ目のポイントは、マルチプルパッセージを理解するですね。まあ、マルチプルパッセージどういう問題があって、でも何によってはシングルパッセージよりも簡単ですよっていうお話と、あとはですね、ダブルパッセージ、トリプルパッセージ、それぞれのセットごとに5問ありますが、5問すべてがですね、クロス問題ではありませんと。問題によっては、according to the email とかってあればですね、email とかっていう風に特定できるので、そういう問題はね、意外と簡単だったりするので、そういう問題は必ず解くぞ、そういう意気込みでマルチプルパッセージ解いてみてください。二つ目のポイントが、文章間の流れを把握するです。一文章一文章ごとでこう理解をしてしまったり、二つのね、文章を、二つ、三つの文章の流れをあんまり意識しないで問題を解いているという方が多いんですけど、この文章つながってるんだっていうことを踏まえて問題を解いていきましょう。ここね、ちょっと時間のためにそこスキップしてしまうと余計に時間がかかってしまったりします。こちらの2文章とか3文章の流れなんですけど、ワンステップこうスキップしていることもありますよと。求人広告があって、それの応募ではなくて応募に対しての返信のメールが次に来たりとかもするので、そのね、ある程度間に何があったのかというのも予測してあげてください。そして最後のポイントが、クロス問題のパターンを把握するです。まあ、一番大事なのは、有名詞とか数字にすごく注意をするっていうことですね。ここは結構クロス問題になります。あとは、直接これって言えばいいのに、ここ遠回りに間接的に言ってる表現とか、こういう条件があってみたいな形で、条件をね、羅列してるような問題っていうのは結構ね、答えになります。まあ、マルチプルパッセージちょっとね、苦手意識があるって方多いので、ここね、3つのポイントをしっかり把握して挑戦してみると、意外と解けたりするのでですね、まずはやってみてください。まずはこの3つのポイントを意識しながら問題解いていきましょう。ピーコイングリッシュコーチングでは、公式 LINE にて、トイックに関する情報をまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。また、ピーコイングリッシュチャンネルでは、トイック英検英会話などの英語学習に関する情報を発信しております。今後も英語学習に関する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価、コメントいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。さらに、トイックや英語に関しての質問はコメント欄で募集中です。それでは最後の特典コーナーです。特典コーナーでは、これまでの動画のコメント欄でいただいていた質問に対して回答していきます。今日いただいた質問は、スルーさんからいただいた質問で、TOEIC 午後の部を受験するのですが、午前中の過ごし方でおすすめありますかという質問です。私、実はですね、TOEIC の午後の部は受けたことがないんですが、試験を午後に受けるときの午前のポイントとしては、あんまり対策をしすぎないっていうことですね。以前ですね、もう本番前に一回模試解いてきたみたいな人がいたんですけど、すごく疲れてしまうんですよね。逆にもうなんか体力模試に使い切ってしまって、本番全然集中できなかったという方がいらっしゃいました。なので、ある程度、まあ、耳を鳴らしたり、単語確認したりとか、まあ、パート5の問題さっと解いたりとかぐらいだったらいいんですけど、本当にですね、負担にならない程度に対策をする。それ以外はリラックスして過ごすというのが大事です。あと、午後の時間帯に眠くなってしまうなと思う方は、結構早めにお昼ご飯を軽く食べてから、一旦仮眠してしまうっていうのも一つの手です。家を出る、まあ、30分から1時間前ぐらいにその仮眠が終わるっていうスケジュールで動いてほしいんですが、30分寝るだけでもすごくスッキリします。
30分以上寝るとまた本格的にリズムが崩れてしまうので、あまりおすすめはしません。その30分前にですね、コーヒーとかカフェインを取って寝て起きてみてください。カフェインが効くのって大体飲んでから30分後ぐらいらしいんですね。なので飲んで寝て効く頃に起きるのですっきり起きられます。なのでそんな形であまり対策もしすぎずに、あとは必要だったら仮眠を取って午前中過ごしてみてください。以上、古典コーナーでした。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。 Thank you for watching and I will see you next time. Bye bye.